余計なことをやつは死ぬよこのゲームはあでもこのタイミングでさ確かに椅子震えたよな文字を入てさこう震えるもんがあったらそのあと追いかけられるっていうお決まりっていうかお約束なんよなでもさまさかこのタイミングで出てくるとは思うかったよこいつが <noise> どいッいっ！ こっちしか思い浮かばんここに入れあここまで追いかけてこんなんじゃ。よっしゃーオッケーああ、怖い。何するよ、これで靴が手に入ったけん、この。こっちにも行けるわけじゃ。自動で使用されます、そうです。というわけでここに入っていける。よっしゃー 確かにちょっと怪しいなと思っとったよこの日々なんかありそうだなってあここにもうわんおうい危ない危ないあーなんであ間違えた操作ミスったこっちこっちこっち踏んじゃったあ遅くなった遅くなるあれ踏んだら遅くなるんじゃうわあ間に合わへんでねガムーン あ、間違えた、危ないええー、真ん中でいいんかなもしかしてあいいんじゃん真ん中でよっしゃーよっしゃーいやせつのき付うすきだよちょっと俺の挨拶真似るなお前友達ってなんだろうね君に言いとってのね どけー立つんだどけー前作でもそうだったけどさ、一旦上まで行ってから、引き返してここで部屋入れたんよな。おっ、あれで。こうこうそうそうそう。確かこれも前作通りだったと思うんだけど、人形紫の人形やな。おうでもなんか。なんかちょっとでかいやつおる。ゴキブリとは違う、なんかでかいやつおる気がする。なんかでかさが違うやつおるな、これ。 ムカデか、よ見たら。ムカデね。わーい、ムカデ、ムカデ、ムカデ、わーい。はっ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 はは。はっはっはっは,は。これさ、動物の森みたいにさ、全部踏みつぶしたら気持ちいいとかなるんかな。わーい、踏みつぶしてるぞ、お前ら。まっ,ってー。まってー。まぁ、踏みつぶせん時がある、たまに。たまに下通ってるのに、踏みつぶせん時がある。全部終わった全部つぶしたやったー。気持ちいいねー 進んでいきまーす。とある魔女の話。人間ではないから死ねませんでした。死ねませんでした。なぜなら絶望していないからです。ね。こういう話があったけど、この話って前作にもあったかなまあ多分謎解きには関係ないんで、筒にも飛びはしてました。さらっとのび、さらっと飛ばしました。なんかおるわ。 えーと、こいつをとりあえず、こいつから逃げながらも、いろいろ探索していくわけで。あんなにゆっくりだったら、特に余裕で、切り抜けていけるんやけど。なんかあ、おぉ、ちらっと見えたね。右側になんかちらっと見えたね。おっと、これあれで。通りますよ、もちろん。コビンコビンケビンコビン頭が出来や。頭も出来や。オッケー これだ、欲しかったもん、これだ。いやーおーおーおおおおおおお、これ多分これドアつついたら出てくるわ。ドアでででつついたら出てくるわ、お前。お前、そういうことも何回もあったけんな。やったー逃げ切ったぞ、へいへいって青とったら大体死ぬからな。俺にはわかる。俺にはわかるから。ああ、怖かった。でもちょっとビビったな、たくさんの赤いやつ出て生きたときに死ぬかと思った。真っ赤かやになっちゃって。 えっと、首出し人形と頭を組み合わせる。OK。あ、組み合わせてからセーブしとけばよかったね。よし。みんなどんな感じになっただろうあれれ枯れち,、ね、ちゃったね。あれってなっちゃったんね。あれでもよく考えたら、この辺じゃなかったっけあの、スタート画面がすごいグロテスクなビオラちゃんに、ここの画面がすごいグロテクスクなビオラちゃんになったところ。 あれってこの辺じゃなかったっけ今回オミットされたんかななしなんかな今回それあれもうちょっと見てみたかったん、ね、や首つった <laughs> 赤いワカメがさえとるみたいな感じになる <laughs> 赤いワカメピリ辛ワカメかなちょっと食べてみたい気がする <laughs> ね人形セットそしたらここが開くきた 次へのステップ僕はね君がうまくここからにぎられようがこの家に食われようが構わないんだけどなんならどちらかというとね君に逃げてもらいたいなぁと思ってるんだよなんやとほらこいつも同いだろうさまっ死なないでよえどういうこと こいつもで誰だ今のはお前エレンのエレン出てきたけどさ私がエレンですよビューラちゃんの体ですけど中身エレンですよネタ的なことを言うたらだとしたらこれは誰や、お前エレ,エレンの双子の姉みたいな奴がおるんかお前双子で実は先に死んでしまいましたまだ生きていた妹の話ですこれは的な話かお前本当にもちろん行きますよ 行かなければ始まらないじゃないか暗い暗い暗い,暗い部屋までおいできたークライマックスけどさこっから逃げるんが大変だよなまたこの何回もゲームオーバーを繰り返してようやく逃げ切るような感じだよな逃げるような感じなんですよ皆さんこっからが大変なんですよ逃げるルート多分 結構あ地面に穴が開いたり椅子がブロックしてきたりすると思うんですよそれでもどうにか逃げれるように俺頑張りますわ。 何回見てもやっぱウロですく。じゃえ、読まんの読まんの <laughs> 読まんかったっけ、ここ。なにっぺしーって、いきなり閉じたのそしてもうセーブもすることなく突っ込んでいくんじゃん、これ。あ、セーブさせてくれるんじゃ <laughs> 行いくぜーよそーぞーい 原則の罠じゃこっちかあよしじゃあ避けた原則の罠、ま、うお、危ない危ない危ない,危ないどこがどう入えるどこがどう入えるうわー原則の罠ーちょいちょい原則の罠が広げられてくるんじゃここ一番下多分この上でこの辺りで下上がうぅど,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 どんどんどんどこだ原則の罠ー危ないうわー原則の罠来たここかー原則の罠ここかー原則の罠覚えなあかんゲームやて覚えゲームやてきた 俺お忘れっぽいんだ。俺結構おーセっぽいんだ。下ここで上に行って、こっちここここはんもない、ここはんもないで、どこだったっけどこだったっけ上ーや,ーやってもだ右下行って、えっ、ー、と、ここは下一番下で、上に浮上で、こうわららららららマジで新しい止め方を考えてきてるんやな。リメイクされて。

買いましたこれでトゥルとか神経どこにかなってるかって感じきたー日記じゃあ父親の日記の前半きた自分の子スカッタに入っとるんじゃないかなこれこっちこっちこっちこの辺の文章も一緒かよっしゃあとエンディングも見ればいい ほうエンディングでどうにか変わっとんかなこれあ出会ったビオラビオラなんだかんだ <laughs> 無事かどこも怪我してないか え俺かんでないよ。はあよかった。お前の帰りがあんまり遅いから、前いながらさがしてたんだよ。とにかく無事でよかった。あみも降ってきたし、早く家へろう。かろう帰ろう。なんだべ暗くなったべ。な、なんだ ギガーゲーガー,ガーそこはレビューロやったやったブここ SAO ふう。 じゃ、帰るべ足音リアルああ、変わらんか。まあ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 。まあ変わらんでしょう。まあ問題はトゥルの方ですよ、トゥルの方。 え何が問題かってトゥールできるかっていうかそこから問題ないけどなトゥールうまく逃げ切れるかそこが問題ないけどな何してるんだビョロ早く帰るべ こっちこっちこっち。どうなるこの先どうなっとるこの先どうなっとるなんもないああなんもないんだ、でも。よしこっからなんもないけん。落ち着いて。落ち着いて取って。上から来る。あれー あれー帰りにはあるんかよーえー、どうしたあ、はい、やばーん危ない危ないここさっきからミス言うとこやったもんなここちょっと休憩 <laughs> ちょっと休憩でーすここちょっと休憩でーす よししたちょっとここしていこうもうないんじゃんもうないんじゃんと思っとったけあったなそれそれ最初からあったなこれひざときもあったなあーっうわー下から来やったーしたよっしゃーやりました何回もの挑戦か覚えてたけどなやりましたビオラ選手 ししましたここまでだったからにはさトゥルーエンドの方に何かあると期待しますそれそうだろうビオラちゃんが救われるエンドがあってもいいはずなんじゃリメイクだからねエレンズナイフそれにしてもむ,むずいわ動 <laughs> 体視力がもう切れかけてますからね私はね おっぱ揺らしながら進みますからねよっしゃトゥルエンド前回と同じくお父さんに出会う前に出てくるわけですねギガゲーギガゲーっていうモバゲーみたいなのが新しいのが出てきたしつこいなギガゲーいつまで追いかけてくるの もうすぐその体は死んじゃうのに。がうげえ返して。て。やだよこの体、どう思いたくないんだもん。一度は私にくれた体じゃない。どうして返す必要があるのは性格の悪さが、あの、最上階におった。 黄色の花四人組みたいな感じになってるねえビオラちゃんここでわかるんだよな、みんながこのビオラの体におったのがエレンだということがねこの辺変わらんのかもしかしておっぱいの揺れ方だって魔法の力だったりするんかな魔法の力でおっぱい揺れとったかな、足でおったときもしかしたら 模範でそういう物理法則を無視したおっぱいの言い方をしていたかもしれない。なんだそこ、なんかすごいトゥルーエンドの,のすごい連打して、こまくりにしなけれ何を俺変なこと言ってんだろうと思うけどね。おっぱいの言い方の話。おっぱいの美学。おっぱいの美学だから死ねよビオラ死ねよって言ったっけ死ねよって言ったっけあとなんか。 連打してはいきないところまで連打してしまったような気がする。だって死ねよって言った瞬間、画面赤なったもん。なんか画面さらに暗くなったもん。ビオラのビオラなんだな。無事か。どこも怪我してないか。<laughs> <laughs> やっぱりなまってるお父さん。な、なんだどうしようああ、アンベルバボ。出して英語入ったんなんでお父さん英語で喋った今。お父さんおふとん けてよっやるなバケモノああ殺すんじゃ結局殺すんじゃああそっかお父さんに気づいてもらえなくてそれでようやく死ねたんだねビュロちゃんクスクスえ ビューラー救済エンドとかないっすか。なにこれ。